ははははいいさんこんんんここにちはこんばんはおはようございますコリスですであのー、いろんなさ味の笛ラムネが出ててこうやってパイン味とかさ出てたんだよねでもうこれは賞味期限とかもまあ結構前なんだけど2017年の9月ということででここにパイン飴味になっちゃったピースしてるんだけどさあのー、笛ラムネの笛ラムネって こうやっていろんな味のものが出てて、でもやっぱその都度ね、未開封で取っとけばよかったなっていう後悔があるんだけど、未開封コレクションっていうのをし始めて、あのー、本当に気づいたのが、おまけだけじゃなくて、こういうなんか増えらんねもね、取っときたかったなっていう後悔。で、まあ、あのー、こうやってパインメ飴味は取っといてよかったなって思うんだけど、今売ってないからね。あのー フクスフルーツ味っていうのが売ってたんですよ、昔。ちょっと画像載せます。こちら。ねこれが売ってたの。で、俺が集めてた時とかも売ってたんだけど、ふと気づいたらなくなって、あといろいろなんかリンゴ味だとかなんか、コーラ味もね、売ってたんだけど、あのー、ほら、今売ってるパラサイトコーラとは、まあ、ちょっと味もほとんどり近いんだけどさ、もうまずこのう後ろの台紙が違うわけじゃん。 だからそれもそれでコレクションしときたかったわけ。だからなんかちょっとそこら辺は後悔はしていますね。うん。で、まぁ、あ、ちょっと、あの、こちらのパインアメ味ジについて語ろうかなぁなんて思ってるんですけども、あのー、これね、実はあれなんですよ。今ないかな今ないか。まあいいや。あのー、まあ4つぐらいかな。4つぐらいちょっと未開封で撮っといてて、 で、あのー、これね、オリジナルストラップが当たるってキャンペーンがやってたんですよ。パンアメアジの。で、それが、これなんですけど、おまけの箱じゃねえや。お菓子の箱とオリジナルストラップが当たるっていうね。で、これも賞味期限かなり前のものなんですけども、あのー、こちらのキャンペーンのもので、パンアメアジのストラップがね、ちょっと当たるっていうのやってました。で、まあ、このお菓子の箱のキャンペーン、前にも言ったんですけど、こんな感じで。これが一番最初。 金のフェイランドキーホルダーが当たる。これめちゃめちゃレアなんですけど、毎月100名様にお菓子の箱が当たって、それがね、あのー、10回行われると、抽選が。だから、10ヶ月か。で、1ヶ月に100人当たり当たる。そのうちの3名だけに、金のフェイランドキーホルダーが当たるというわけで、だから全国に30個しかないんですけども、めちゃめちゃ貴重だと。で、その次にこれ。で、えー、最後これかな。 っていう感じで、だから、このおまけの箱自体は、確か、あれそうだよね。10ヶ月、10回だったと思うんだよね、抽選日が行われるのが。確か。あれ ?12 回だっけまあいいや。だからまあ3000個ぐらいは出回ってんのかな。毎月100名でしょで、それがまあ、確かだけど、10個だったんだよね。10ヶ月だったから、まあ1回のキャンペーン、この1回のキャンペーンで1000個出回るじゃん、おかしの箱が。 それで、まあ、3回行われてたから、まあ3000個かな。だから金のフェラムキーホルダーは30個っていうねバカレアなんだけど、いつか欲しいですね。金のフェラムキーホルダーもね、ちょっと、いつ入手できるかどうかわかんないんですけども、入手できたらいいな。難しいんだけどね。誰か俺にくれる人いないかな <laughs> いるわけねえだろうっていう感じなんだけど、もしちょっとね、なんか、あの、たまたまね、 あの、応募して、金のフェラムネホ業が当たりました。なんだけど、私にはこれの貴重さがわかんないし、ちょっと別にそんなガチで集めてるわけじゃないんです。でも、えー、なんか自分が持ってるのももったいないなと。でも、あのー、毎日コリスさんはやっぱり、フェラムネのおまけをね、すごく集めていてね、大事にしてくれそうなので、私ね、 金のフェラミキーホルダー差し上げますっていう人いたら、ぜひぜひ、Twitter、Instagram、YouTube のコメント欄、まあ、どこでもいいんですけど、待ってます。待っております。絶対、絶対来ないけど。<laughs> さあ、パイアメアジのちょっとストラップ見せようかな、じゃこれ、あの、一応持ってるんですけど、これが、だからさっき言った、お菓子の箱とオリジナルストラップ当たるの、これ、ピーって書いてあるやつのやつだね。で、これを開封して、 ここの笛を吹くとピーってなるらしいんですけどももちろん私、えー、笛ラムネおまけコレクターなので未開封で取っときたいということで今、まあ、ここは一切開けておりませんやっぱりそういうねあの貴重性を求めちゃう人なのでまあついでについでだからお菓子の箱も紹介しようかなこんな感じでババーンとこれいいよねここのさデザインがさ通常のさ箱と違うのみんな知ってるかさすがにそれは 気づいてるか。なんか、モールドがほら、全然違うでしょ。なんか、こっちの方が塗り絵っぽいよね。塗り絵っぽいジャンル。で、こっちはなんかちゃんとキャラクターだなって感じなんだけど、ど昔の箱がこれだったのかな。俺もよくわかんないんだけど、でも、いちいちお菓子の箱のために描かないもんね、これ。昔の、 フェラムネのおまけの箱のやつがこれだったのかもしれないね。もしかしたらね。ああまあわからないけど。まあ、コリスの会社に行ってみて、ちょっとね、いろいろ聞きたいことあるんで <laughs>。フェラムネのおまけに関することだけでもやっぱり3時間ぐらい聞きたいことありますね。うんコリスの会社にいろんなことも、これはどうなんだと。これこれこれはどうなんですかと。もう本当にもうコレクターならではの。 やっぱ疑問というのをね、やっぱりぶつけたいんですけどね。いつかなんか行きたいですけどね。うん、まあちょっと、やっぱそのために日々、まあ、毎日投稿して頑張りたいと思います。まあコロナに負けるなということで、まあね、本当に毎日ね、頑張って投稿しますんでね。まぁぜひともお付き合いのほどよろしくお願いいたします。じゃあ、えー、終わります。 最後まで見ていただきありがとうございます。Twitter と Instagram では、上ラムネを開封したり、上ラムネのおまけに関する情報などを配信しております。そちらの方も良ければフォローお願いいたします。